ゆうべのあれ見た？見た見た、受けたよ。もうありえないよね。ドジっ子アキちゃんか。ゆうとさん。おはようございます、ゆうとさん。おはよう、乃木坂。その、はるか。はい、おはようございます。はるかって徒歩通学なんだな。てっきり車で送迎かと思ってたよ。そんな、だって近いですし、大地、歩く方が健康にいいですから。そりゃそうだよ。誰あいつ、何者。綾瀬優斗。おのれ、許さん許さん許さん。優斗さん、さっきは携帯で何を見ていたんですか。ああ、はあ、これドジっ子アキちゃんの公式サイトです。俺もはるかが好きなアニメをちょっと勉強しとこうかなって。はあ、そうなんですか。嬉しいです。この子はダメコメドちゃんといって、アキちゃんのライバルっていうか。あ、はるか。お、あ、早瀬優斗、許さん許さん。とりあえず逃げよう。あ、はい。逃げたぞ。やあ、乃木坂さん捕まえろ。危なかった。すみません、私興奮してしまって。秘密なんだろ、秋葉系の趣味は。はい、私と優斗さんだけの秘密です。の、あの優斗さん。その今度の日曜日ってお暇ですか。特に用はないけど。それでしたら、私と付き合っていただけませんか。それってもしかして、デート。違います。デートだなんて。そんな、買い物に行きたいところがあって、できればご一緒してくださるとありがたいというか。それを世間一般でデートと言うと思うんだが。オッケー、行くよ。本当ですか。ありがとうございます。初めて行く場所なので、一人じゃ心もとなくて、断られたらどうしようかと。一人で、もしかして買い物って。はい、秋葉原にです。秋葉原、あそこは、重い。それじゃあ優斗、僕あと何軒か回ってくるから。ちょっと待てよ信長、これどうすんだよ。貴重な本があるから大事。
れ以来来てなかったんだよな。あ、ゆうとさん。おう。ごめんなさい、お待たせしてしまいましたか。いや、俺も今さっき来たところだから。そうですか、よかったです。秋葉原の駅の中ってややこしいんですね。あの、ゆうとさん、あんまりじっと見られるとなんだか、その、ああ、ごめん、つい、その、なんだあいつ、釣り寄ってるよ。声優さんじゃないの。あ、買い物行こうか。はい、お買い物に出発です。じゃーん。これはお買い物のしおりです。しおり。はい、今日の予定と目的地をまとめたんです。作るのに3時間もかかったんですよ。ここと、ここと、こっちを回って、ここにも寄って、最終目的地はこちらです。PDS？ はい、ポータブルドリームステーションという携帯ゲーム機の新型がどうしても欲しくて。そっか。ところで、これってクマ？違います。猫さんですよ。え？そうだよな。猫ね、猫。あの、この猫さん、どうでしょうか。え、自分で言うのも恥ずかしいんですけども、割と自信作なんです。そう、インパクトのある絵だと思う。本当ですか。うわ、嬉しいです。誰かに見せたの初めてなんです。そう、はるかって何でも完璧だと思ってたけど、絵は苦手だったのか。PDS っての先に買いに行かなくていいのか。はい、だって最初に買ってしまったらそれで終わってしまいます。せっかくのお買い物なのにそんなのもったいないです。それに一番のお楽しみは最後に取っておきたいなと思って。さあ、まずはこのお店、虎の穴さんです。同人誌、初めて見ました。同人誌。はい、こんな風にアニメやゲームなどを元にして自分たちで描いた漫画のことで。あ、にゃ。大丈夫か。はい。待ってください、ユートさん、ここアニメイトさんです。え、グッズがこんなに。ずっと来てみたかったんです。わあ、これかわいいですね。これもかわいい。こっちも。さあ、次へ行きましょう。え、何も買わないのか。はい。この先かな。あ、あれは。お、わあ、かわいい。いいなあ。ゆうとさん、ほら、かわいいですよ。かわいいものって見てるだけで幸せな気分になりませんか。そうだな。そんなに気に入ったんなら買えばいいじゃないか。そうしたいのは山々ですけど、予算がないんです。うちはお父様が厳しくて、こういった趣味に使うお小遣いなんて。今日だってこの日のために取っておいた大事な貯金を持ってきたんです。おかげで豚さんが天に召されてしまいました。豚さん。あ、えい。あ。でもいいんです、こうして見てるだけで十分満足ですから。そっか。なあ、はるかは、その、なんで秋葉系の趣味になったんだ？そうですね、もう5、6年前のことなんですけど、お父様に叱られて公園で泣いていた私に、知らない男の子が
一冊の本をくれたんです。あ、もしかしてその本って。はい、イノセントスマイルの創刊号です。それまでああいった本は読んだことがなかったのですが、気がついたら夢中になっていて、いつの間にか叱られた辛さを忘れていました。そうか。素敵ですよね、漫画やアニメって。あれ、ゆうと、ぎくっ、うなが、やばい。はるか、ごめん、ちょっといいかな。よう。珍しいね、ゆうとが秋葉に来るなんて。ついにこっちの趣味に目覚めたのかな。あのな、元はといえばお前が。あ、いや、こんなことを今言ってもしょうがないか。そんなことよりお前こそなんでここに。愚問だね、僕といえば秋葉、秋葉といえば僕だよ。今日もこれからソフトワンで DVD 発売イベントなんだ。そうか、だったらこんなとこで食べってる場合じゃないな、早く行かなきゃ。うん、でもまだ時間はあるけど。いやいや、そんなこと言ってるといい席とか取れなくなるんじゃなかったっけ。ほらほら急いで、行った行った。あ、うん、そうだね。じゃあ彼女にもよろしくね。ああ、ごめん、お待たせ。はるか、はるか、あれ、はるか、いない、はるか、はるか。人を探してて、その、大丈夫？あ、何？え？あ、もう、こんなとこに誰もいないわよ、バカ。こんな人混みで走り回るなんて、非常識だよ。わざとじゃないって、その、あ、ごめん、悪かった。うん？その、どっからどう見てもお嬢様って感じの女の子を探してて。何？彼女とはぐれちゃったの？違うよ、友達だよ。でも彼女にできたらいいなとかって感じ。そういうんじゃなくて。照れない照れない。それっぽい子ならさっき見かけたよ。本当か。うん、あっちの路地の方で。分かった、ありがとう。必死になっちゃって。おはる、くそ、はるか！あ、ゆうとさん！大丈夫か、はるか？ん？何なんだ、こいつら。違います、ゆうとさん。この人たち、道に迷ってらしたんです。え？言葉が通じなくて困ってらしたので、案内して差し上げてたんです。ヘイ、ディエブシカ。エダテマルドゥイチラブエク、バシュパーデニー。Нет, мы просто друзья. Он подумал, что вы плохие люди. Походи на то, ой, Марочка, так нельзя. Спасибо, милая девушка. Спасибо. Не за что, приятно провести время. Сасна, тоюка, сгой на. Смимасен, Юто-сан, 何も言わずに離れてしまって。いいよ、いいよ。それより次は。はい、それはもう。ガチャポン会館。わあ、すごいです。ああ、アキちゃんです。やってみたら。あ、やるって。まあ、ガチャポンなら安いし。でも私、その、初めてなんです。そりゃ、はるかなら。その、見るのも触るのも、これが初めてなんです。こういうのなんて言いましたっけ。やっぱり初体験でしょうか。間違ってないけど、そのとにかくやってみろよ。大丈夫、簡単だし怖くないから。そうですね、わかりました、やってみます。今度こそ。えい、またダメです。もう一回。
かなか欲しいものが出てこないです。今度こそ、えい、あー、また同じものです。もう今度こそ。おーい、はるかさん、わかってます。えい、今度こそ。まあガチャポンは運だからな。で、次はアットホームカフェでお昼だっけ？あ、はい、そうです、次のお店です。そうです、そうです、元気出していきましょう。割と普通の店のようだけど。ゆうとさん、メニューかわいいですよ、ほら。ん？へえ、なるほど、確かにかわいい。ご主人様、お嬢様、ご注文はお決まりでしょうか？ああ、もう少し今、って…まさか、ここって…どうかなさいましたか？ご主人様？ご主人様？やっぱり…なんで入るとき気づかなかったんだろう、俺…はあ、あれ、はるか、はるか、やーばー、ありえない、可愛すぎる。おほらほら、彼氏もお疲れ。ほらほら、はるか、なんで。あの店員のメイドさんがどうしても来てほしいとおっしゃって。そんなにじっと見ないでください。恥ずかしいです。ごめん。ほらほら彼氏、こんな時はちゃんと褒めなきゃ、可愛いよって。かわいいって、俺彼氏ってわけじゃ。照れない照れない、さ、並んだ並んだ。はい、取りますよ。目線こっちこっち。はーい、萌え萌えスマイル。なんだか壮絶だったな。恥ずかしかったです。でも実はとっても楽しかったです。写真もいただけましたし。そうだな。あの、ゆうとさん。うん、じゃあいよいよ今日のメインイベントだな。はい、ポータブルドリームステーションを買いにレッツゴーです。売り切れですか？はい、申し訳ございませんが、午前中で全て売り切れてしまいまして。どこにも？はい、次を待っていただくしか。しょうがない、見込みが甘かったってことか。どう、はるか？大丈夫か、はるか。私、立てる？はい、大丈夫です。よかった。あら、はるか、あら、あれ、私、はるか、ちょっと我慢してくれ。ゆうとさん、行くぞ。私本当にダメですね。え？目的も果たせない上に、ゆうとさんにうんと迷惑かけて、もうダメダメです。ダメっ子めぐちゃんぐらいにダメダメです。こんなことなら来ない方が良かったってゆうとさんも思ってますよね？そんなことはない。俺は楽しかったぞ。今日一日はるかとあちこち行って、いろんなもの見て、本当に楽しかった。ゆうとさん、それに、これ。また、はるかと二人だけの秘密ができたし。ゆうとさん、ありがとうございます。私も楽しかったです。ゆうとさんと一緒に来たくて、だからとても楽しかったんです。でも、ゆうとさんを振り回してしまって、だから。もう泣くなって。はい。
あれ、なんか前にもこんなことあったような。なあ、誰だよもう。今すぐ帰れ。腹が減ったカニが食べたい。ごめん、帰還命令が出た。大丈夫です。あの、ありがとうございました。おかげで少し元気になりました。そっか。はい、それじゃあ駅に戻りましょう。あ、ハル。痛いです。あ、ひどいです。人の服を笑うなんて。いや、笑ってない。笑ってますよ。思いっきり笑ってます。いや、だってはるか。ひどいです。ごめん。あ、ほらはるか、あれ。最後にもう一回やらないか。笑ったお詫びに俺おごるから。本当ですか。また買いに来ようか。はい。あ、はい、ぜひ。また一緒に秋葉原で。乃木坂家に赴く。それが普通の生活からの別れの歌だ。メイドたちに遊ばれる異常な光景は新しい時代の幕開けか。次回おしまいです。君は時の涙を見る。